本日はお忙しい中にもかかりませず博多新劇座第3回有心会若手大会ご来場いただきましたことを熱く熱くお礼を申し上げます。本日のご来場は本当にありがとうございました。我ら有心会の会長でございます劇団三山さとみ忠。皆様方お忙しい中にも関わり申すです。博多新劇座そして今回の有心会、若手大会ご来場いただきまして誠にありがとうございます。いらっしゃいませ。ありがとうございます。私も、若輩ながら会長という役職をいただきまして、今回で2回目の会になります。今回この博多新劇座我々同心会、いわばホームグラウンドでございます。その土地でこの若手の会を開かせていただきましたこと大変、嬉しく思っております。今日のこの日を迎えさせていただきましたのはもちろん同心会総会長でもございます紅明会長、そして同心会の兄さん方先輩方のお力添えをいただきまして今日の会を開くことができました。そして何よりも嬉しいのはこの博多新劇座でこの大会を開きこれだけ多くのお客様方に足を運んでいただけたこと我々一度皆改めて誇りに思いまたこれからも自信につながると思います。皆それぞれが一つに向かって一生懸命今日の舞台を務め上げてまいりますんでどうか皆様方まだまだ未熟なところもたくさんございますが温かい目でそしてまた厳しく、皆様方にご指導を受けながらこれからも精一杯有心会頑張っていきますんで応援してください。よろしくお願い申し上げます。よーしてやるんだ、無事にこの清水に帰ってくるまでバクチを打っちゃダメだよ。おお、ダメよ。それにお酒もよ。おお、ダメよ。それに女もダメだからね。おう50秒は面目つくなんだよ。だからな、あとの100両がどうにもならねえんだよ。おい、待ってくれ。できたんだよ。100両できたんだよ。奴俺と合わせながら割り込んだ話を聞いてるうちにコンピューラー大さんの帰り道雪山蒲太郎山から7年前に亡くなったお嬢姉子の香典100両受け取ったってよ。そうかおいめ石松さんをここに呼んでくるんだ。そうおい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 じゃにはっきりしゃってくれよ。なんて言うかな、まさかいさ石松さん金を貸しちゃくれないか。この通りかいって、いくらいるんだよ。100両100両ばあ、そん中で俺が持ってるわけねえじゃねえかよ。おめえが清水の千代町親分ならこんな場合一体どうするんだろうね。最初ね、うちの親分が気が座ってるんで100や200の金ぐらいパンと貸さろよ。そうだろ、石松さん。その清水のお貸し元の一番の子分のおめえさんは貸しちゃくれねえんだ。頼むしまさん、この通り貸してくれ。頼むってしまさん、頼むってしまさん。分かったよ。ねえ、貸してやるから持て。石松さん、ありがとうよ。男の中の男、平本一郎、奇妙だね。今始末をどうするか思案の最中だ。お前も少
少しはおとなしくしろ。おとなしくどこにできるかこんなもんは。幸せなことはございませんよ。おとなしく。石松をバラしましょう。兄、久しぶりに会ったってのにすまねえな。いいってことよ。お前さん、待たせてごめん。あ、イッサンじゃないか。おたみさん知らないよ。イッサンみたいな白状な人は。じゃあおたみ、行こうか。待ってるからね。あ、イシ、待ってるぞ。お、ご機嫌だね。てめえこれこれ、びっくりした。おいこれ、おい、お、何何、今日は一体何ですか。お、今日、文久3年の9月の7日明日もう8日、あさっては9日。俺はそれに気づかなかったよ。え、俺また明日の見たらあさっては5日だと思ったよ。まあ冗談言うまい、日を雨込めて感情するやつがあるかよ。やがましやこれ。おい、命に変えても5日にヒットケースといったヤクルおめでとうぞぞぞぞぞ。あれやさ、あの、おい、一緒にあ、ピコロ探すぎや。ちょいと小さすぎるんじゃないですか。それもそう。あ、そうだ。石松さんが召し上がるんだ。せめてこれぐらいはなきゃな。俺の石松でも再三ちょいと無理だ。そうとよ、信じまうわ。あら、あくない無理だよ。すまないすまない、大丈夫か。ああ、ひでえ目にあった。すまねえ。探せよ。
劇団三山里見祐希と申します。そうですね、女形のカツラが頭が痛いんで取れてよかったです。そうですね、やっぱりセリフがあまりなかったんで表情で芝居する難しさとかですかね。こだわりはですね、博多なんで博多呼びで踊りました。そうですね、まあ盛り上げがお笑い担当で、来ていただいたお客さんに楽しんでいただければそれだけで役目を全うしていると思います。そうですね、また見た来たお客様がまた見に来てくれるような会にしたいと思います。三つ之助、改め立花三つ高になりました。よろしくお願いします。はい、本当にですね、楽しくできて、本当にいい経験になったかなと思います。なんかガチッと一つになった稽古かなと思います。それぞれバラバラじゃなくて、なんか一つになれたっていうのがあったかなと思いますね。できるだけもう綺麗に見せようと、指先から綺麗に見せようかなっていうのがありました。はい、そうですね、ちょい三枚目を目指してます。はい、そうですね、他の回に負けず、もっと元気な回にしていきたいなと思いますね。グルナイトモヤです。そうですね、やっぱりまだまだ、みんなで息を合わせて、お芝居をやっぱり僕ら大事にしてるんで、芝居のリズムをもうちょっと大事に作っていきたいなと、もう少し息が合ってくるんじゃないかなと思います。はい、長時間やったんですけど集中力は続きました。こだわり、そうですね、やっぱりあの可愛らしくですね、今日あの方だったんで、はい、友人会の、お笑い担当です。こんな会に、そうですね、もっと楽しく、そしてまたみんなが、お芝居の時でもいいように、どんどん全員が言い合えるような仲になりたいです。よろしくお願いします。ありがとうございました。劇団三山の里見京馬です。本当に勉強になりました。僕2回目なんですけど、こうやって劇団の人と交流があんまりないんで、すごく勉強になったなと思います。これがまた次も本当にやりたいなと思います。本当に皆さん真面目で、なんかちゃんとセリフを覚えてるなって、こうそういう印象ありましたね。まあ芸者だったんですけど、そこから引き抜きで、まあ早いところをいかに見せるか、珍しいなと思ってやらせていただきましたね。よし、これはもうイケてる担当でいいですかね。イケてる担当で、はい、お願いします。いや、僕が言うことではないんですけども、まあみんなについていって、足もなんていうんですかね、こう邪魔にならないように一生懸命頑張りたいなと思います。劇団大川の前川修です。お昼終わったばかりですけど、夜の部がありますので、一生懸命夜も気を抜かずに頑張っていきたいと思っています。やっぱりみんなも一生懸命この一日のためにですね、頑張っていこうという気持ちが、一つになれたんではないかなと思った稽古でした。まだ有志会できたばかりで、まあ、若い、会だと思いますので、これからもっと一つになれるようにですね、頑張っていきたいと思います。どうもありがとうございます。三河刑事です。まだ昼の部終わっただけなんで、まだ夜の部があるので、まだ緊張します。やっぱりお芝居に力を入れてるんで、すごくみんなが団結していいなと思いました。全然ないです、全然ないですよ。みんなで一つのものを作り上げたいっていうのが多分友人会だと思うんで、個人のことは考えてないです。いじめられキャラ担当です。どこの会の皆様方よりも明るく楽しく団結力がある会社です。
劇団オーカーの大川忍です。まあお昼がね無事に終わったんで、まあ、ホッとはしてますけど、まだ夜も残っておりますのでね、まだ気は抜けない状態です。印象的特にないかな。なんもないですね。まあ今ねやっぱりだいぶまとまってきてると思うので、もっとまとまりを良くして今よりさらにいい回を目指しています。劇団宮間の里見光太です。大会を終えて、正直ホッとしてます。まだ夜もありますので頑張ります。印象的はやっぱり、他の劇団さんも、いて、そういう違う間の取り方とかいろいろそういうのが勉強になりました。こだわりのポイント、そうですね、お昼は、立ち役ということになったので、沖縄踊りをちょっとぽいような感じをさせてもらって、いろんな方で夏らしくいきます。何もの担当です。何もない担当です。会場についていく一方です。お願いします。はい、新生新芸座相川志郎です。ですね、やっぱ今回主役をさせていただいて、今まで緊張だったんですけど、暇終わってちょっとホッとした部分もありますけど、夜もありますんで夜も頑張ります。いろんな劇団の、まあ別々の劇団の人が全然間も違うし、やっぱり自分が考えてた石松とは全然違ったから、ちょっと衝撃というか勉強になる部分がいっぱいありました。初めてのこだわりのポイントは別に特にないですね。ヤンジキャラですかね。有心会ですか。やっぱりこのメンバーでやると楽しいんで、これからもこのみんなで楽しく舞台をできるように有心会盛り上げていきたいです。ありがとうございます。紅劇団若座長、紅秀吉です。これから先も、一生懸命になって頑張りますので、どうか皆様、有心会どうかよろしくお願いいたします。本当初めて女方の芝居やったんで、いい経験をさせてもらいました。やっぱ女の仕草ですね、もう本当に難しかったです。チャラい男です。私は、有心会の会費を集める担当です。まあこんな風にしていきたいっていうか、もう本当仲良く楽しくずっとやっていきたいと思っております。 OK。会長を務めてます里見隆です。反省する点もたくさん見つかったし、もちろんいいところもたくさんあったし、だからいろんな発見ができた大会だなと今回は特に思いましたね。やっぱみんな本番になるとモチベーションもだんだん上がってくるし、昨日も本当に遅くまでみんなで稽古して、その結果が今日につながったんじゃないかなと思います。会自体のこだわりを見ていってほしいかなと思います。もう会長担当です。日にちが経っていくと、まあもちろん仲良くもなるし、ただその中になあなあな部分が出てくるっていうのも正直人間関係っていうのはあることなので、だからそこをきっちりとやる時でも切り替えて、やはりこの会で集まった時には会でしかできないようなことをやっていきたいなと思います。初めてにしてはすごく、まとまってて良かったと思います。切磋琢磨して、稽古もね必死に頑張って、また楽屋でも楽しそうにやってるし、この会ができて良かったなって改めて思いました。人に左右されるのではなくて、自分の魂を持って、まあ、自分の芝居をですね貫いてほしいなって、またいい役者さんになってほしいです。とにかく自分の劇団も大事に、でまた有心会を守って頑張ってください。
個性を持ってほしいですね。人に左右されるんじゃなくて、なんか自分の魂というか、有神会の魂が文字のごとく自分の芝居に魂を持って頑張ってもらいたいです。いやいや、もうなでしこ会同様に、もう必死でやってる姿、それとお客さんを一人でも多く呼ぼうとするみんなの努力はすごいなと思いました。全部期待してます。いやー、こんな年寄りからアドバイスありませんね。とにかくみんな自分を忘れず一生懸命頑張ってくれたらそれでいいと思います。僕らの世界とも全然違うんで、どんな役者っていうよりもお芝居を大切にする役者さんになってはもらいたいなという願望はあります。ないです俺らしくない。芝居としたら負けないですよ、それは。でもどれが勝つとか負けるとか本当ないんだな。それはもうその人たちの気持ちでやって、それがお客さんに通じればもうそれが一番じゃないですかね。僕らは役者同士から見て、あ、こいつうまいなとか思われるような役者になろうとか、やっぱ玄人を受けする勉強じゃないけど、そういう芝居が好きだったんで。でも今はやっぱり何を言ってもお客さんが入ることが一番だと思うんで、その人たちに受ければいいんじゃないでしょう。頑張ってください。本当にありがとうございました。それでは本日大井で呼んでいよう。